フォーマウントみたいなやつ多少ありますからね。一番コスパの悪い大学なんて言われてしまうことがある。9点の下に、はい、あの9点6以下大学っていうのがあるんですよ。もうあとはほとんど低いんです。ハローデラ、始まりました、もちえチャンネルです。今回はですね、さあやってまいりました、スーパー石、ね、ういーす開業医、そうですね、2020年3月アマトラクリニック渋谷で開業します、よろしくお願いします。はい、ぜひですね、はい、いやいや、めり込んでる、はい、森鉄の脱毛します。何脱毛する？眉毛です。眉毛、はい、一生生えなくします永久脱毛。永久脱毛ないっつってたさあ、そんな医者の小林先生ですね、はい、今回はですね、医学部のランキング、なるほど、どこが一体どのランクにいるのかっていうね。うち今カンカン同率やったりとか、東海とか中部地方の大学ランキングとかって言ってですね、うんうん、違うわみたいなのが来たりもするんですけど、医学部のランキングってどうなってんのかなって思って、うん、まあまずもう一番有名なのは九鼎と呼ばれてる7大学ですね、はい、7つの大学がまあ一番有名というか、まあ、昔からある、はい、歴史のある大学ということで、ね、これはまあ医学部に限らずですよね、うん、まあ、九鼎、はい、九鼎っていうふうに呼ばれますよね。お名前をここに出してもらうんですけども、はい、まあ、東大京大と阪大とね、まあ、あの名だたる大学が並ぶので、まあ、ここの医学部っていうのはもう各エリアで、はいはい、やっぱりその医局もめちゃくちゃ力を持ってるので、うん、るそうですね、例えば東大の、まあ、実地っていうんですけど、うん、要は自分の領地みたいなのがあって、はいはいはい、例えば領地内の私立大学が完全に東大のもうほぼ下部機関だったりするんですよ。例えば東大と帝京とかって、はい、帝京大学って私立大学ですけど、はいはい、もうほぼほぼ東大の教授が行ってるような、そうなんですね、そうなんです。だからそのエリアで最強なので、うんうん、どうしてもそこから医者が派遣されていくような形になっていって、もう教授陣はもう要は下請けみたいな形でもう流れているっていうところは結構あります。そうですね、だから結構レベルの高い私立とかは、まあ、東大とか慶応とかのこの罰、東大罰、うん、慶応罰っていうものの中に入ってるところっていうのは結構ありますよね。なるほど、うん、じゃあ1位はやっぱりまあ東大でしょうね。もう東の東大、西の京大、はいはい、はい、ことは2位はまあ京大になるでしょうね、日本全体でいうと、はい、じゃあ3位になると、そうですね、おそらくは、まあ、3位っていうともう同率になるのかもしれないですけど、やっぱり阪大はまあ強いと思いますが、はい、まあ、あとはもう北大、九大、まあ、こういったものっていうのはほぼ同じかなと思います。あとは名古屋、まあ、東北ですね、そういった大学はもうほぼ一緒。あ、ほぼ一緒。なんだって要は領地が被らないわけですから。なるほど。まあ、そう、東京と大阪って当たりますけど二大都市じゃないですか、うん、まあ、そこ以外っていうのは、まあ、みんな大きい都市ですよね、はいはい、福岡も仙台も北海道、やっぱ地元の人が受けるのが多いですか。あ、そうですね、やっぱり地元率は高くなりますけど、はい、もちろん東京から北大受ける人も東京から九大受ける人もいくらでもいるんで、まあ、確かにいますよね。東大ぶりだからこの北大にしますとかって結構、そうですね、かなり多いと思いますね、はい、だからそこは一概に言えない、うん、というか実は東京出身も結構 2,3 割占めてたりするっていう地方大学、地方級ではあると思いますね。はい、私立はまだ組み込んでこれないですか。ここはね、そうですね、慶応さんだけじゃないですか、組み込んでこれるのは。東京都内においては、まあ、言うなればもう他の大学の領地ではないので、はいはいはい、2番目、関東圏において、ね、関東圏において2対2、もう東大、慶応で、次にまあ医科歯科が来るか、はいはいはい、まあ、千葉が入り込むかっていうところはあると思います。うん、やってましたもんね、動画でどっちに入るかってね。あ、そうですね、慶応医学部、そうなんです、それぐらい慶応はね強いんですよ、歴史が。っやっぱり難しさもそれぐらい。あ、そうですね、やっぱり難易度、まあけど、まあじゃあ医科歯科と慶応どっちが難しいのっていうと、うん、まあセンター試験加味しなくても慶応は受けれちゃいますから、はいはい、ちょっと一概には比べられないかなっていうところはあると思いますね、うんうん、英語の問題自体も結構国立っぽかったりするので、まあそうですね、まあ、医科歯科の英語もご存知の通り、はい、わかんないじゃないですか。私担当ですから、医科歯科本当にやりづらいことなんのも、まあ、そうなので、だからなんとも、まあ、そこの難易度は一概には言えないですね、はい、予備校講師泣かせですから本当に毎年全予備校分かれますから答 答えがもう合わないってもうね問題としてどうなのって話ですからね。言ってほしい、そ4大全て分かれますからね、はい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 。医科歯科って実はすごい歴史の浅い大学、はいはいはい、歴史的にはパワーはないんですよ。なるほど、うん、
で、その歴史的なパワーのなさが関連病院っていうところで結構反映されてて、そうなんです。実はいい病院はあんま持ってない。なるほど。そうなんです。東京医科歯科なのに、要は自分の結構大きな関連病院が東京都内に少ないんです。だから茨城とか栃木とか、あの静岡とか、そういったところに結構自分の大きな関連病院持ってるので、要は一番コスパの悪い大学なんて言われてしまうことがあるわけですね。じゃだから慶応医学部を選ぶ人もいると。まあそうですね、まあ、ただお金の面が、ね、まあ、まあ、その2000万ぐらいを払ってでも慶応行った方がいいっていう人がいるのはまあうなずける。なるほど。医科歯科だとどれぐらいかかるんですか。医科歯科もだと360万だから全然違うわけですよ ね、うん、全然国立ですから。なるほど、はい。じゃあその下のランク、あの9点の下に、はい、あの旧制6医科大学っていうのがあるんですよ。ほいほいほい、はい、今って全都道府県に医学部ってあるじゃないですか、はいはい、これはまあその国の制度でそういう風にしましょうっていう風になったんですけど、うん、その中でも順序が早かった6個の大学があるんですね。なるほど。千葉大、岡山、金沢、新潟、熊本、長崎と、要はこの6つの大学っていうのは1919年に発令された大学令というもとに基づいて作りなさいっていう風になって早くできた大学なので、これは歴史がかなり古い大学なんですね。なのでまあ僕の出身校である千葉大も要は首都圏ではかなり力を持ってる方にはなるわけです。そう、それは何でかっていうと、結局医者の世界って自分の大学卒業の先輩、要は先生が教授になったら、そこはやっぱりそこの大学の色になるんですよ。要はモノポリーみたいな感じで、はい、この領地取ったどうみたいになるわけですね。院長が千葉大だったらば、要は千葉大系列の病院になりやすい。あ、なるほど。そうですね、だから結局要は上の先生たちがたくさんいる方が当たり前ですけど先取りできるわけですよ。実地って言って、要はこの病院は院長がどこどこ大学に変わったらしいとか、要はこの医局の課長がどこどこ大学に変わったらしいってなると、そこの色が変わるわけですね。へー。要は自分の部下も引き連れて入ってくるわけですから、はいはいはい、いきなりその課とか病院を占めれるわけですよ。白い巨頭。あ、まさにまさに。すげえ、そんな感じになってるんですね。そうなんです。だからそうすることによって、要は医者の安定供給ができるわけですよね、うん、要は医局っていうのは、まあ、結局ずっと脈々と医者が入ってくるわけですから、要は上のドクターが抜けても下からどんどん補充ができると。なるほど。だからいきなりね、なんかそこの森鉄ってドクターがね、いきなりね、チュースここで働きますって言っていきなり入ってきたらこういうね気まぐれな森鉄ドクターはすぐ逃げるじゃないですか予備校もすぐ変えるじゃないですかそうね、はい。あ、変えるんですか。いや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 、あ、なんだもうねすぐ辞めるんだ。いやいや、変えるとこがあんまないっすよ。変えるとこない。だいぶ上来たから。いや、独立でしょ。開業医。独立するためにこのチャンネルやってるって噂が。いやいや、もうやめて。さすがですよ、もうね。じゃあこの6医科大の中ではあります、ランク。あ、6医科大も結局エリア離れてるじゃないですか、はいはい、千葉とか岡山とか新潟とかね、はい、まあ、なんで要はそのエリアにおいて、例えばその9艇の次になる、あ、なるほど、うん、2番手っていう位置づけがあるわけですね、はい、なので、まあ、他の地方の医科大学よりはこちらの方が歴史的に上っていう風にされてますね、まあ、概して例えばその旧制6医科大学なんていうのは偏差値も周りの地方大学に比べると高い。なるほど、うん、ことがありますよね。じゃあその下はどうなんですか。その下はもうくずぼぐれです。もう偏差値順だと思ってもらったら。あ、なるほど、はい、歴史的にもまあ同時期にできていたりするので、うん、まあ、あとはもう偏差値順だったりとか、あとはもう地理的に有利な順、要するに例えば横浜市立大学とか、まあ、医科歯科大学とかっていうのは場所がいいですよね、はいはい、いい。横浜市はやっぱり人気が高いですね。その下に新生八医科大学って、新生八医科大学、はい、まあ旧生6、新生8っていうふうにできて、はいはい、まあ、順序があるんですけど、はい、もうね偏差値とのバッティングになってくるんで、やっと医科歯科が入ってくるんです、うん、同じエリアの東大とか慶応に比べると全然新しいわけですよね。千葉大よりも新しいわけなんですよ。昔から広島、鹿児島、弘前もあるんだ。あ、軍大もある、ね、はいはい、信州、鳥取、徳島か、はいはいはい、後発組になってくるわけですよね。なるほど、うん、もうここまでなってくると、もう本当は本当にもう地理的なものとか大学の特色とかによって偏差値が上下するので、はいはい、歴史マウントみたいなのは取れないってことですよね。お前9艇じゃねえじゃん、説8じゃだから偉いみたいな形にはならない、はいはい、もうあとはほとんどクンズです、クンズほぐれです、はい、なるほど。あとさらにそこに私立が入ってきますから、国立私立はだってもう土俵が違うじゃないですか、はいはい、そうですね、だから国立の土俵に入り込める私立ってもう上のまあ 3,4 個ぐらいなんですよ。慶応、慈恵、日医、順天、まあ、ここぐらいの国際医療福祉、もう要はこことしか国立ってバッティングしないんで、ほとんど要はその下になっちゃうと、まあ、まあ簡単に言うと国立に受かれない人たちが行くところなので、なるほど、うん、
要は国立落ちで行くっていうところは多分そこぐらいまでなのかなっていう印象はありますよね。だからその下になってくると昭和あたりから、昭和とか日大教林東高あたりからは、あ、日大教林東高、そうですね、そのあたりからはもう私立っていう枠になっちゃうので、もうちょっと国立よりはランクしたかなっていう。なるほど、はい、そうなるんですね。いや奥が深いですね、医学部も。まあやっぱ医者になってからってみんな医者なんで、結局やっぱり若いうちはその出身校マウントみたいなやっぱね多少はありますからね。そうですか、やっぱり。いやだってやっぱ東大入り3卒って言ったらやべえすげえとかなってやっぱ思いますよね。なるほど、マッチングの時とかもあります。いやあると思いますよ。あのこの大学明らか優秀な大学の出身多いなっていう病院ありますからね。この今例えば名だたる病院とかだと、うん、明らか東大とかね、まあ、慶応とか、まあ、千葉大も多いなっていう印象、うん、あとは地方から来てたとしても地方のダントツトップの子が入ってきたりとか。あ、なるほど、うん、相当勉強してないとっていうところあると思うんですけど、うん、東大とかだとそりゃね、院長東大とかだったらやっぱ東大生好きだったりするじゃないですか、はいはい、就活と一緒ですから、うん、なるほど。その院長がどこ出身とかも重要なんですね。まあそういうのが好きな院長もいるじゃないですかっていう話なんですよ、うん、結局だって就活だってね、やっぱ自分の時代学の出身とか可愛がったりするじゃないですか、うん、まあそれは多少人間ですからありますよね、うん、詳しいことはですね、ネジクイと TV というですねチャンネルでいろんなことやってるらしいんで、はい、はい、全然やってないですめっちゃ大学生卒業生呼んでやってるじゃん。医学部の歴史とかもう一本も出してないです出せばいいですよ、めちゃめちゃ絶対伸びないし出さない。伸びるかな。意外とあるんじゃないですか、重要。重要あるんですか。こういううんちくが好きな人はもう森鉄チャンネルでぜひもう見ていただいて。なるほど、はい、いやこれはでも初耳なことも多かったんじゃないですか、はい、目指す人はですねぜひ参考にしてください。あの病院に行きたいからとかですね、 あのエリアに行きたいからとか、はい、病院ね考えるんであればやっぱ受験生のうちにやっぱり優秀な大学行っといた方が、うん、多少は有利になるんじゃないかなと僕は自分で就活してて思いました、うん、思ったんですね、はい、なるほど。いやぜひ参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。